はい、今回はシュコさんのエピソード。前回の好きになっちゃダメという漫画を作ってくれた作者さんです。そう、この前読んだ漫画もね、かなりクオリティが高かったので、今回この恋は舞台の上でという漫画も面白いんじゃないかなと思います。読んでいきましょう。なんかイケメンくんとちょっと地味な女の子って感じなのかな。わー、すごい。私の名前は長野亜美。友達と演劇部の舞台を見に来た。うん。文化祭なのに本格的だよね、うちの演劇部。うん。なんか会場来ただけで圧倒される。あ、そういえば俺、演劇見て圧倒されたことないから、ちょっとすごい演劇見てみたいな。パフォーマンスが始まってすぐに、私は演劇の魅力にどっぷりハマり込んでしまった。え？アミ泣いてんの？感動して。この日の舞台に衝撃を受けた。ドジで地味な私とは違ってキラキラ輝く出演者。うん。私、演劇部に入る。今の自分を変えたくて入ることを決めた演劇部。内気な私として大きな第一歩。それから約1年経った。1年経ったの？ってことはこの主人公のアミちゃんが演劇部に入って1年経ったってころってことかな。私はまだ出演者にも選ばれずに裏方の仕事をこなしていた。でもやっぱそうだよね、そう簡単に表舞台に立てはしないか。自分を変えれる甘い考えだったのかな。うん。ゆりかさん、お疲れ様です。今日もとても良かったです。ゆりか先輩、毎回主役に抜擢。綺麗で演技も上手くて私の憧れの先輩の一人。あー、でもすっげー綺麗だし女優って感じするな。あ、ゆりかさん、お疲れ様でした。すごく素敵でした。うん。あなたも雑用お疲れ様。なんかちょっとやかもな、この女の人。結局さ、この表舞台に立ってなんで輝いてるかっていうと、主役のその人の演技もあるけど、裏方がね、そのライト照らしたりいろいろやってるからこそより輝くっていうのがあるから、雑用お疲れ様みたいな感じはちょっと許せないな。あ、いや、私は何にもできてないです。いつかゆりかさんに認めてもらえるような人になろう。おい、俺へのお疲れはねえのかよ。わ、なんだ、ケント先輩か。この人が表紙にいたイケメンか。いつもおいっていうのやめてくださいよ。別にいいだろ。この人も毎回主演を飾ってるケント先輩、優しくてイケメンって言われてるけど、私には当たりが強い。あらら、これは多分主人公のこと好きなんじゃないの？っていうか毎回驚きすぎな。だけど不思議とケント先輩とは話しやすくて、こんな私にも声かけてくれるからいい人だと思ってる。うん。あ、先輩、もうすぐ卒業公演の出演者の発表ですよね。きっと先輩が主役かな。最後の舞台楽しみにしてます。あー、ってことはさっきの女の人も男の人も3年生で最後の代なのかな。あー、卒業公演か。もうそんな時期なんだな。3年生がいなくなるの寂しいですね。結局私は3年生と舞台に立てずに終わるのかな。うん。この子多分1年生もしくは2年生だよね。お前はさ、俺がいなくなるの寂しいとか思うの？え？俺はお前と離れるの寂しいけど。あら、あら、これ告白じゃない？遠回しに。なんですか急に。先輩らしくないですよ。そうだな。先輩はこうやってすぐ私をからかってくる。私の気持ち知らないくせに。あれ、主人公もケント先輩のこと好きなパターン？まあ来週の出演者の発表楽しみにしてろよ。え？あ、はい。どうせ私は選ばれませんよ。1週間後。じゃあ卒業公演の内容と配役を発表する。主役の王子役、3年影山ケント。はい。あ、影山健人っていうのはかっけえ名前してんな。おー、やっぱりお姫様役はきっとゆりか先輩だろうな。
お姫様役を2年長野亜美。え？うわーマジか。2年生長野亜美主人公がヒロインで、で王子役がケント先輩。もうこれは激アツだね。さあ第2話読んでいこう。恋は舞台上でパート2。わ、私？え、なんで？ゆりか先輩じゃないんだ。長野さんって一回も舞台に上がったことないよね。しかも卒業公演なのに2年が主役？はあ、先生、こんな大役私にはできません。3年生のための舞台なのに。まあ確かに卒業公演だから3年生にこうヒロイン役っていうか主役級の役は渡してあげたい気持ちはあるよね。もう決まったことだ。じゃあ続けるぞ。え？そんなこんなでなぜか私が主演に選ばれて始まった卒業公演の練習。違う！声が出てなさすぎる。腹から声出せって言ってんだろ。なんだよその蚊のような声は。王子、私は。からもう一回やってみろ。全体練習で話にならない演技だと顧問に言われ、部活が終わってからケント先輩とマンツーマン練習に。うん。すみません。王子、私はあなたを忘れないの。なんでそんな片言なんだよ。もういい、ちょっと休憩するぞ。はい。うん、でもやっぱさ、王子役だから、そのお姫様役かなの主人公にもちゃんとやってほしいという気持ちはあるよな。先輩に申し訳ない、なんで私が主役なんかに。うん、私やっぱり主役おります。皆さんの足引っ張ってるし。でももう練習し始めてから主役おりますっていうのも結構失礼だったりするよね。自分を変えたいんじゃねえの。え、なんでそれを知ってるんですか。入部した時言ってたろ。覚えてたんですね。誰が何と言おうとお前はお前のことを考えたらいい。誰かのための演劇じゃないだろ。すっげえかっけえこと言うな。俺はお前と舞台に上がりたい。変えてみろよ自分を。もう一度セリフの練習付き合ってください。忘れてた。自分を変えたいから演劇をしてる。他の人が何と言おうと変えるんだ。もっとそこ気持ちを込めて。はい。ある日、だいぶ顧問にも怒られることが減ったな。ねえ、長野さん。ゆりか先輩、お疲れ様です。お疲れ。話あるんだけど、いい？うわー、なんかちょっと怖いね。あ、はい。何ですか？単刀直入に言うね。主役、私にやらせて。うわあ、や、なんかそういうパターン来るかなと思ったら来たわ。この女の人、まあいい人かわかんないけど、まあやりたいっていう気持ちはあるだろうね。しかも卒業公演だから主人公も譲ろうとしちゃうんじゃないかな。第3話読んでいこう。恋は舞台上で第3話。え？わからない？わかりやすく言うとね。あなたより私の方が主役に向いてんの。だから、主役を譲ってって言ってんの。どんな手使って主役になったか知らないけど、あなたみたいな人が主役っておかしいでしょ。それはでも頑張って先輩の最後の舞台を成功させたくて。は？頑張ってあの演技？ふざけてるわね。そもそもあなたはケント君にベタベタしすぎ。ケント君に釣り合ってないのよ。図星だ。でもこの舞台で自分を変えたいんです。ケント先輩にも約束しました、自分を変えるって。もっと言わないとわからないみたいね。わかってねえのはお前だろ。ケント君、さっきから聞いてたら好き勝手言いやがって。言ってなかったけど、この配役は俺が先生に頼んだから。俺が長野を主役にした。は？
なんでこんな女を？お前が知る必要ない。いいからさっさと出てけ。何も言えなくなったゆりか先輩はその場から走っていった。ケント先輩が私を主役に？まあな、言う予定じゃなかったけど。なんで私を？なおさら意味がわからなくなってきた。理由は？卒業公演が成功したら教えてやる。死ぬ気で練習しろよ。意地悪。教えてくれてもいいじゃないですか。理由だけじゃなくて、お前に伝えたいことあるから。舞台が成功したら言うって決めてること。うえい。うえいじゃんこれ。ちょっと舞台成功してほしいな。これは伝えたいこと？まさか先輩私のことって、そんなわけないか。絶対成功させるぞ俺らの舞台を。お前ならできるって信じてるから。いやー、これマジで面白いな本当に。さあ第4話読んでいこう。恋は舞台上で、第4話。もうね、面白すぎて感想を言う暇がないね。お前ならできるって信じてるから。誰のどんな言葉よりも私に自信をくれる魔法の言葉。はい、頑張ります。先輩との練習した日々は私にとっての最高の思い出。先輩への気持ちは舞台上だけで見せることにする。先輩と過ごすうちにどんどん大きくなってしまったこの気持ちを。卒業公演当日。うわー、当日なんかアクシデント起きないといいけど。うーわー、ケント先輩かっこよすぎ。いつにも増してかっこよすぎる。惚れそう。やめろ、ゆりか先輩にいじめられるぞ。あ、やっぱゆりか先輩絶対ケント君のこと好きだよね。ケント先輩は文句なしに王子役がぴったり。そんなことは誰もがわかってる。問題はこの私にケント先輩の隣でお姫様役をしっかり務められるほどの容姿がないということ。衣装係の子には褒められたけど変じゃないかな。え、待って、長野さん変わりすぎ。うん、すっごいドレス似合ってる。え、いやめっちゃ可愛いじゃん。そうかな、変じゃない。全然、むしろ可愛すぎる。化粧って人で変わるな。かっこ失礼。まあ確かにそれは失礼かもね。よかった、ケント先輩はどう思うかな。長野先輩。じー、本番頑張ろうな。あ、はい。お、ここでは何も言わないでおくパターンか。衣装のこと何も言ってくれなかった。先輩への気持ちに正直になれる本番。私にとって最初で最後の先輩と上がれる舞台が目の前に迫ってる。本番直前、みんなのおかげでここまで来れた。3人にとって最後の舞台、思いっきり楽しもう。はい。先輩への気持ち届かないのは分かってる。せめてセリフとして、私の恋は舞台上で。姫、俺と一緒についてきてくれ。王子、私は、あれ、セリフが出てこない。やばい、どうしよう。姫、聞いてくれ俺の気持ちを。え、セリフを変えてる？ずっと伝えたかったこの気持ちを。ドジで打ち気で舞台にだって一回も上がったことない。だけどいつも一生懸命で人一倍努力してる。先輩、ドジで打ち気でって私のこと？そんなお前、姫にいつの間にか惹かれていた。お前が好きだ。俺の隣にいてほしい。ずっとその笑顔で俺を照らし続けてほしい。だー、なんだこの胸キュン漫画は。
ちょっと次最終話なんだよね確か。恋は舞台上で、最終話。王子、私はあなたについていきたい。セリフにちゃんとつながるように言ってくれた。ずっと私の気持ち伝えるチャンスなのかな。キラキラ輝く憧れの存在で、私が先輩王子を輝かせられる存在なのかわからない。だけど王子はこんな私に自信を持たせてくれて、私が変われたのはあなたのおかげです。ありがとう。ずっとそばにいるわ。以上をもちまして卒業公演を終了とさせていただきます。私の声はこうして幕を閉じた。お疲れ様ケンとアミちゃん、主役お疲れ様。ありがとう。アドリブめっちゃ良かったぞ。あんなに練習したのにミスしてしまってすみません。先輩の臨機応変な対応でなんとかなったけど。お前、俺に言うことそれだけ？お疲れ様です。舞台の上じゃないと本当の気持ち言えねえの？先輩、ずるいです。私の気持ち気づいてただなんて、バレてたんだ。俺も言わなきゃな。お前鈍感だからはっきり言わないと。え、それはどういう。わっ。先輩に手を引かれて縮まる二人の距離。なんですか？ん？近づかないとみんなに聞かれるから。俺の言葉、あれセリフじゃないから。俺がお前に伝えたかったこと、好きです。私の恋が叶ってから1年、まもなく公演が始まります。お席についてください。みんな、やってきたことを全部出し切ろうね。ありがたいことに2年連続卒業公演の主役をやらせていただいた。これも全部1年前に私を主役にしてくれて育ててくれたケント先輩のおかげ。アミ、これアミちゃんめっちゃ変わってんね。垢抜けたな。ケント先輩、今から本番だろ、頑張れって言いに来た。あ、じゃあ1年経っても続いてるんだ、よかった。ありがとう、頑張るね。またセリフぶっ飛んだら大爆笑してやるわ。もう大丈夫だから。こうやって笑ってるケント先輩の隣でいられるなんて1年前の私は考えてもなかった。ケント先輩大好きだよ。あなたが私を輝かせてくれたみたいに、私もあなたを照らし続けたい。あなたを照らすどんなスポットライトよりも明るく。恋は舞台の上で。フィン。キャー、めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。マジで本当にシコさんの、作品でした、恋は舞台の上で。いやマジでね、本当にめちゃめちゃ面白い。語彙力がなくなるぐらい面白かったね。結局ね、まあ、最終的にゆりか先輩だっけ、あの人じゃなくて主人公の子と、ケント先輩が、付き合って今も1年続いてる。多分まあもうね、この先も続いていくのかな、わかんないけど、めちゃくちゃねいい話でした。よければね、皆さんこのシコさんのフォロー、そしてチャンネル登録、高評価してってもらえると、このケント先輩みたいなね、かっこいいイケメンがあなたの元へ訪れます。ではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら。